新刊。何が何でも長編小説が書きたい。大絶賛発売中。鈴木喜一郎、作家ラジオ。え、今日は雑談です。なぜあなたは小説家になりたいのですかその2。先に言っておきます。え、今日も、今日は雑談です。 で、身のある話はないよっていうことと、まあ、雑談なので、だらだら話すよっていう、そういうことです。前もって言っておきます。ええー。そうね、今日はマシュマロに寄せられた、あまあ、ご意見というか、まあ、お便りです。鈴木先生。 明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。先生がチラ見されるのは、そうそう、えっ、ー、とね、これちょっとこの間かいあ話をしたんだけど、いや、俺、なんか、あの、じ、長いことで自意識過剰だなと思ってたんだけど、どうも、こう、えー、いろいろチラ見をチラチラとよく見られる、ガン飛ばされるっていうのは、 じゃないんだけど、よくチラミをされるので、これなんでだろうっていう。まあそういうことな話をした、しました。その、そのことについてのレスポンスでございます。先生がチラミさせ、されるのは容姿がかっこいいからではないでしょうか違うともな。まあいいや、無償の仮犬を着せ、えー、着られたらとても似合った。 いいいらっしゃるとと思思まますす見てみたいと思います、うん、もし切られたらその写真や動画をアップしていただければ幸いです、うん。まあそのうちね、いつもためになる動画を毎日投稿していただきありがとうございます。うんと言われるとこそばゆいな。あんまりためになる話なんかしてないのでね。 先生のお年玉プレゼント企画のような質問で、なぜ私が小説家になりたいと思ったのかと話してみたくなったので、こちらに書き込みしました。はい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 、お待ちしてました。なぜ私が小説家になりたいと思ったのかというと、死ぬまでに一冊は本として残したい。うん 自分の頭の中の妄想などを、私の知らない誰かに読んでもらえたら嬉しいと思ったからです。うん、先生がおっしゃる通り、小説は良い小説を書くということが前提ではあります。うん、まだ4回しか小説 の新人賞に応募した経験しかなく、しかもかすりもしていません。今は先生の著作を読みながら、次の作品をのプロットを練りつつ、中学生の国語の勉強をしています。あと、もし私が小説家になれたら先生にお会いしてお話ししてみたい。 というのも小説家になりたいと希望する一つの理由です。だ、大丈夫か <laughs> 別にその、あそあ別に君小説家にならなくても俺に会えるからね。まあいいや。ここまでそれらしい理由を書きましたが、私が小説を書いて SNS に投稿したりすると、小説つながりでお友達ができたり、私の世界が広がるというのが一番だったりします。ということだそうです。うん。ま、ああのさ、先に真面目なレースをちゃちゃっとしとこうかな。えっ、ー、と、 えー、ね、えと、ー、ね、小説家のデビューそのものはそんな難しいものではないです。ええー、とおー、うちの講座で、あの、パンスかパンスか受講生がその新人賞を受賞してデビューするというのは別に先生の教え方がうまいわけではなく、 まあもちろん生ーが優秀なこともあるんだけど、その、まあ新人賞の数が多いということと、まあ世間で言われているほど新人賞は難しくはないよねっていう、まあそこだよね。その、こう、やっぱり新人賞に応募すまあここにもちょっと書いてあるけど、 その次の小説のプロットを練りつつってさ、これ練るのってプロットじゃなくて登場人物と設定だからね <laughs>。その、本当に重要なのってそこなんだ。その登場人物、そのプロットを練、ねね、っててもしょうがないので、それよりはその少しでも登場人物についてカッチ作らなきゃいけないとか、あ本当はそこなんだよね。 だけどもみんな、その、登場人物の、その、キャラクター作りだとか、あ取材だとかっていうことをほったらかしにしておいて、ストーリー作りに一生懸命になってて、そうやって自滅していくので、でまあこの人も、その4、4回も、回も、も回も応募しててさ、一度も予選に通ってないってことは、まあまあそういうことだよね。 <laughs> まあいいんだけどあのさ今4本書いていてそれで、えー、どうも一度も予選を通ったことがないっていうような風なので真面目な話を先にしておくとその状態4本も書いてて1本も予選を通らないんだったらそれあのうーんとねどのさっさと小説講座に通ってくださいどこでもいいまあそりゃ一応ほらこの このラジオってさ、鈴木喜一郎小説講座のさ、ていうか鈴木喜一郎の本の宣伝のためにやってるラジオなので、そりゃまあ、うち受講すりゃそれが一番なんだけど、いいよ別に。それよりもまずさ、その、どこでもいいので、まずさっさとか、あの、通いましょう。どっかの,しんあの小説講座にね,ね、なんでそれ早くしようか、しろって言うかっていうと、要はね、 この、このマシュマロに書いてある、このあなたのように、その、プロットだけちゃちゃっと、プロットだけちゃちゃっと作って、まあ、ろに取材もしない、登場人物も作らつけない。だけど、まあ、だんだん、なんとなく埋められるよっていうような、埋められてしまうよっていうような感じに、その、埋められる癖って言うんだけどさ、あの、埋めくの、埋め草のテクニック。 文字数だけ稼ぐテクニックがついてしまうと、直すのは大変なんだよ。うちの受講生でもよくいるんだ、そういうタイプって。とりあえず埋められる。なんかわかんないけど埋めちゃうんだよっていう人っていうのは、その、で、ずっと予選、こう、その、予選打ちをずっと続けてるんだけれど、 こう、そういう人ってさ、じゃあ、登場人物の履歴書を作りましょうとか、じゃあ、取材が不足してるから、じゃあ、きちんとやりましょうとかっていう話をしても、そんなことをしなくても長編をかけちゃう、書けちゃうから、やんないんだよね。ねえ。こう、何本か書いてて全然埋まらない状態で、 んで、じゃあさ、あのー、もうとにかくは取材が全然できないので、だからこう、とりあえずさ、じゃあ登場人物あなたと同い年にして、んで、その、こう、あのさ、そういうタイプって必ずさ、SF だとか異世界描くのよ。ファンタジーとか、あと近未来の SF ね。 なんでかって言うと、もう、調べ物しなくてもとりあえず埋められるからっていうさ。で困った時に超能力出すとかさ。ああ。えー、っと、そうでなければ、その、小学生を主人公にして、で、お母さんを病気にさせるかなんかして、田舎のおばあちゃんに行かせるとかね。 あとよくあるのは高校生の青春物語を出したりとかさ。いやさ、だからさ、君、40、50になってさ、なんで高校生を主人公にするっていうさ、その、今の高校生のことを君知らんだろうっていうさ。で、いや、そういう時にだいたい,いや、子供はそんな、子供がこのぐらいの歳なんですっていう、言うと、ほら、じゃあさ、君、その、 子供がこのぐらいの歳なんですって言って、じゃあ、だけどさ、カリキュラム全然違うだろうっていう、いうようなこと結構あります。んで、こう、やっぱりね、そういう風だと、もう埋められちゃうので、だから、こう、こっちの話聞かないよね。で、その、 こう、取材やろうって言っても、取材しなくても書けちゃうから取材しないし、登場人物の履歴書を作ってみようやって言っても、んと別にそんなことしなくても書けますからっていうふうに、いや、そんなことしても書けな、書けるかもしれないけれど、おおそ,そんなことしても書けるっていうか、書けるけど君、それで要請落ちしたんだよね。 だからやり方変えようね、とかさ。ねこういう具合に私は、こういう、その、この執筆スタンスが私には向いてますって。いや、向いてない、向いてない。向いてたら受賞してるから。<laughs> その、デビュー前に自分の、デビュー前の予選落ちを、予選落ちをしまくってる自分の状態をさ、これを自分のスタンスだって固めてしまったら 意味ないからね。で、これさ、まだ、こう、うん、何作がちゃちゃっと書いてる、寄せ落ちをしてるうちはさ、まだ、こう、そういう、癖が固まってないのでいいんだけど、もう早いとこ、その、うん、誰かに直してもらわないと、 ただ埋めるだけという状態で、それこそ10年、20年平気で立っ,っていくからね。もうはっきり言って言うけど、もう予選なんか取るの簡単だから、やることやって誰でも取れるし、まあ、一作、二作長編書けば、まあ、あとはもう、あと予選取るので、 一作二作変えて予選落ちしてるっていう風だったら、それはもうそもそも、あの、それ問題だから <laughs>。こう、うん、明らかにそのやり方は悪いからね。うん。まあ、とは言っても、 まあ本気でプロになるんだったらさ、なる気があるんだったらさ、まあそういう厳しい話はするけども、まあそれはそれとしてだよね。うん、まあ、あのー、それらしい理由を書いたけれども、小説つながりで友達ができたり、世界が広がるというのが一番だなっていうふうに言っておられるので、えっ、ー、と、まあさ、 あの、ここまで言った話、このつまりさ、3作も4作も書いててさ、予選に通りもしないんだったらさっさとしどっかの小説の、小説講座通いっていうのはさ、こう、あなたがプロになりたいっていう、もう絶対になるよっていうつもりだったらまあそうなんだけど、まあそこまで硬いような、かあの、そこまで硬い、いい 意志で書いてるわけではなさそうだし。うーん、とりあえず趣味で書いてみて受賞できたらラッキーぐらいのノリだよね。で、まあ、それはそれで悪くはないので、まあ、いいんじゃないっていうことは思います。ただまあ、思うのはね、そういう趣味で書くんだったら小説の新人賞ってのは向いてないっすよ。その、 小説の新人賞よりは小説の投稿サイトね。まあ今いくつかあるので、まあそっちにその、そっちでオープンにするか、それから自分とこの、その、まあノートでもいいし、えー、自分とこのブログでもいいし、まあそういうところでこう、出して読んでねっていうふうに、こう告知をしてもいい。 あの、要はね、小説の新人賞のし、小説の新人賞ってね、まあ、こう、趣味で書くにしては、書く場合にはね、大きな欠点があるのよ。どんな欠点かっていうと、小刻みな成功体験がないのよ。つまり、ほら、小説の投稿サイトだと、こう、まあ、読んでくれたなっていうことがわかる。 で、ブログで書いてるもんだったら、コメントがつくので、ちょっとずつちょっとずつでも、あ、読者いるよね。っていう、うその、細々とした成,成功体験ってあるんだ。で、小説の新人賞の応募の場合だと、その小刻みの成功体験ってないのよ。こう、本当に受賞するか、その、 落ちるかでこうお応募するほぼ全員が落ちるのででまあなかなかやっぱこの成功体験って得にくいんですな。でまあ,あのただまあね小説の新人賞のこの成功体験のなさでこのこ耐えていくっていうのがさ これはね、プロになってく、プロでデビューした後にはまあその方がいいんだけどね。プロの場合だとさ、その手応えがないのが普通なので、お客さんの拍手って聞こえないからね。なんかこう新人賞を受賞してデビューした途端になんかこうすごく売れっ子でみんなからチヤホヤされるとかさ、そういう、 誤解がそういう誤解をしがちだけどそんなこと全くないから僕は3年30年この仕事をやっているけど、えー、自分の作品がその店,頭で売れ店頭で売れていく瞬間っていうのは見たことがない、まあ、イベントなんかがあるときは別だけどそれ以外で自分の本が店頭で 売れていく瞬間って目撃した経験がないし、あと、うん、電車の中でね、えー、新電車や新幹線の中でみんな本を広げてるケースって結構あるんだけど、その中で自分の本を広げている人に出会ったことがない。これは当然だよね。えー、っと、やっぱり、こう自分の本といってもね、せいぜい、 ええー、一万、二万、三万、そのぐらいしか売れてないわけだから、まあ、遭遇することはないわな。で、あと、自分の本が売れる瞬間に立ち会えるかっていうと、だいたい、えー、今でもそうだと思うけどな、 毎日、一日一冊、どこかの書店で、その、売れていけば、まあ、その、重版かかるのよ。まんべんなく全国、その一日一回、一冊ずつでもね、コツコツ売れていけば。で、 ただ、まあ、それだとさ、1日24時間張りついてるわけにいかないからね。だから、まあ、その、あと、レビューがつく作品とつかない作品ってある。で、それと実売って、実はあんまし関係ないんだ。あの、 やっぱりね、えっ、ー、と、けなしやすい作品だとか、文句つきやすい作品の方が、レビューってつきやすい、レビューがつきやすい、つく作品とつかない作品ってやっぱあるのよ。ええー。っていうもので、だからレビューと実売って、僕はもう全くリンクしてないですよね。 同じ作品でもその、読書メーターと、アマゾンと、あともう一つ二つぐらい、ああいう、その、読書レビューサイトってあるんだけど、その作品によって、全然その、レビューの数違うことって、まあ普通にあるからね。だからまあ、 その読者の拍手なんか聞こ,えない聞こえてこないのが我々の仕事のデフォルトです。でまあそこを考えていくとまあ誰にも読まれない作品を一斉にもならない原稿をひたすら書き続けるっていう意味でそういう習慣がついていることで小説の新人賞というのは小説の新人賞の原稿を書いていると そのデビュー後にプロとして通用しやすいって言うことはある。それはある。ねえ、うん。ただ、まあ、あのー、あのさ、こう、小説家の仕事って、ええー、人間関係がむちゃくちゃ楽。うん。 ええ、それは断言する。僕は多分銀座で飲み食いした作家の多分最後ぐらいの世代になるかな。まあ分断バーがあった時代。もう今分断バーっていうと1、2、3件、4件ぐらいしかないけれど、その昔たくさんあってさ、えー、作家さんだと作家価格で安く飲めた時代があったのよ。 で、その頃は結構遊びに行ってた時代。で、偉い巨匠なんかとこう、同じ席に座ることが結構あったんだ。で、だけどね、あの、こう、どんなにすごい作家さんでも、その、先輩作家さんでも、 ペーペーの僕に向かって、俺の酒が飲めないのかって絡んでくる人は一人もいなかったよね。酒癖の悪い人はいっぱいいた。いっぱいいた。僕も酒癖は悪かった。会社員やってた時は、本当にさ、で、あの、今でもそうね、あの、お会社員をやってる人ほど、 会社勤めやってる人ほど、その僕が酒、飲んで酒飲まないのを見てても、まあ一杯ぐらいいいじゃないよ僕の酒飲めないのとかっていうふうに、こう、さすがに今度年になっていくと無理くり言われることはな,いなくなってきたけど、ちょい前ぐらいまでやっぱ結構あった。本当にその、パワハラがない、あ、なかったな、僕の時はなかった。 そういえば作家さん同士のパワハラってねえよなぁ。うん。ない。ないなぁ。こう、意外とないね。そう,そう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 。で、その意味でもやっぱむちゃくちゃ楽です。ただこれは楽。 人間関係が楽だっていうことは、つまり孤独だっていうことでもあるんだよね。<coughs> ええ、今日も一体何人の人と会ったかな昨日はアルコール依存症の自助グループがあったので、そこで10人ぐらいの人と会って話をした。今日は、うん、 あ、電気屋さんと話がし、話したかな。テレビの調子が悪いので、えー、多分アンテナだから見に来てっていうふうにお電話したのと、えー、あとは、そうだな。ファミレスで、あの、そうだな。ファミレスのレジでお会計をしたときと、 そうね。あと、そうだ。ああ、スーパーの買い物、スーパーの買い物あれだったらセリフレジだったな。そこで人と話してね。二人か話したの。不健康だよね。まあ、あとはひたすら机に向かって、机の前でこう、パコ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 とキーボードを叩いてるっていう状態だからさ。 うん、まあ、ねえ。しかし、友達ねまあ、友達なんていないし。<laughs> そうね友達一人二人いるぐらいかな。まあ、その、 同業者同士でその作品の話なんかしないしね。その作品って褒めてもけなしてもどうしても上からメッセージになるので、いや、この作品良かったよねっていう、一応ほら、イベントなんかでは言う。イベントなんかでさ、のトークショーなんかであなたの作品がここが良かったっていうことも言わないわけではないけれど、 あれ難しいんだよね。どういう言い方してもさ、面白かったよねっていう言い方をすると、お前何様のつもりだよって、やっぱりさ、俺も思うもの。<laughs> ねで、まあ、あの、そういう具合だからね、まあむしろ、その小説投稿サイトだって、 まあ、今だとノートみたいな形で、ね、そこでエッセイを,を発表してっていう運ばも、まああるし、まあ元を正すと小説投稿サイト、小説家になろうって元々は、元の始まりはそこだからね。自分の書いた小説を書い、自分の書いた小説をアップロードして、 で、みんなに読んでもらって、で、お互いに褒めっこして、小説家気分になろうっていう、まあ、元はそこからスタートしたものなので、で、そこからスカあの、今はスカウトとかが入ってきたので、まあ、あの、エンパイさん本気で、その、プロを目指して、スカウトは目指してっていう人たちは、ものすごくストイックに書いてるので、とてもあんな真似はできない。 ミキナズナさんなんてさ、あれだぜ、こう、ものすごい勢いで書いてるので、書いてて、で、ミキさんの本が、ミキナズナさんの本をいただいたときに、あ、これお礼状書かなきゃなって,っていうふうに、ちょっと手元に置いておくと、その間にお礼状を書く前に次の作品がさ、新刊で出てくるんだから。で、話聞いてみると、どうも、その、 投稿サイトで公表したものも、その、全部が全部活字になるわけじゃなく、その、こう、活字になってないもん結構ある。あの、アクセサがないとさっさと見切りをつけて次のもの、別のものを書くっていうんだからさ、すごいよなって思うのと、本当にもう、ストイックやなっていうこと、よく思う。 でまあまあ、そういう人たちと同じ土俵で、その趣味で悠々自適でこう書くっていうのはちょっと勇気いるけどね。しかし、もし私が小説家になれたら先生にお会いして話してみたいというのも小説家になりたいと希望する一つの理由です。 いや、そんな大切なもん、ことしなくてもっていう。まあ、あデビューして、狭い業界だから、ええー、デビューして、ん、まあ水業、水作家協会の、に入ればさ、まあ、僕は水作家協会のパーティーはできるだけ顔出すようにしてるので、まあ、ああ、 誰それですっていうふうに声をかけていただければ。まあ、声かけていただそうね、声かけていただければいいっすよ。で、まあ、一応、水作家協会は古いので、そこら辺にいる人に、その、鈴木喜一郎見かけませんでしたって言えばさあ、ああっちにいたよとかって言って教えてもくれるはずなので、ねえー、まあ、うんと、 こうそこでさ、あの、探してくださいなんで、いやいや、その、いつでマシュマロで質問したら誰それですっていうふうに言ってくだされば、一応言っておくけど、その、僕は、その、プロの作家としては、ランク結構下の方なので、こう、隅っこので、ちんまりしてるのを見て、えっ こんなちっこい扱いしか受けてないの、キいちはっていうふうに思っても驚かないようにね。あと、がっかりしないようにね。あの、小説家鈴木キいちって追い抜くの簡単だから。<laughs> うん。まあ、そんなような感じだよね。ああ、30分話したかな。まあ、だいたい、その、 雑談、この雑談コーナーの時はさ、その、こう、そんなにかっちり台本作らなくて、まあ、だらだら喋るので、面白いもんでさ、その、この、このラジオの番組っていうのはさ、その、YouTube とサウンドクラウドで、あの、ほら、 音声だけだとさ、その、編集いらないので、もう一発撮り、もう一発撮り一発流しでできるからさ、それでこういう具合に毎日更新してるわけなんだけど、毎日更新ができるんだけど、一応 YouTube で流すのと、あと、うん、サウンドクラウド経由で、ポッドキャストで流してます。 で、ポッドキャスト、だから、アップルポッドキャスト、うん、グーグルポッドキャスト、うん、スポーティファイ、あともう他にいくつか、うん、ポッドキャストで流してます。で、ポッドキャストの場合だと、え、YouTube は30分やってると途中で何回か多分、広告入るけれど、うん、ポッドキャストだと、うん 広告入らないです。で、あと、ポッドキャストだと、アップルはどうだったかなアップルポッドキャスト確かダウンロードできたと思う。えー、っと、iPhone で聞いてる人は、iPhone のそのポッドキャストっていうアプリがあるはずなので、で、アップルの、あの iPhone のポッドキャストで、んで、 鈴木喜一郎で検索かけると多分出てくるはず。僕は、えー、Google ポッドキャストなあ、僕はあの Android なんでちょっとじあそこら辺わかんないんだけど iPhone の場合だったら Apple ポッドキャストデフォルトでついてくるはずなのでそこで鈴木喜一郎作家ラジオ。それだとダウンロードすると あの、あれだね。こう、お、外でも聞き、外で聞きたいか。まあいいや <laughs>、まあ。どこででも聞けるようにはなってます。ね、広告なしでね。で、そういうふうにしてるとさ、面白いもので、<coughs> こう、明らかに視聴スタイルっていうか、あの、アクセス数は違うよね。 その、YouTube の場合だと比較的、その、こう、台本かっちり作ったこういう入門シリーズだとか、いう、まあそういう入門シリーズだとか、こう、講座ラジオみたいなものの方がアクセスがいいんだけど、Podcast ね、Podcast の方はむしろ、こういう、 だら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 どうでもいいような、そういう、あ<ー>あそういう番組の方が、その、アクセスが多いので、まあ、不思議なもんですよ。えー、まあ、どういう形にするかちょっと、うん、まあ、なんかこれからちょっと方法を考えていきます。この、 ダラダラの雑談と、まあ、割とカチッとした、その小説の入門のラジオと、まあ、どういうふうにブレンデしていくかってなね。実際のところ、実はこの短い方と、このダラダラ喋りってさ、実は、かかる時間ってあまり変わらないんだ。このダラダララジオの場合は、もう、 ちゃちゃちゃっとラフを作って、あとずっとダラダラ喋ってるだけ。なので、台本作ることってほとんど手間かかってないです。で、こう、小説の書き方ラジオの方は、とりあえず、ざっとしたものを作り、で、流れを作り、一通り下読みをして、で、それから、その、本編を話をするので、 短いけどあの何てかかかってるので結局のところやっぱそのダラダラしゃべりと同じぐらい時間がかかってるのでね <laughs> 時間がかかってるのって何を大しそうな <laughs> ねえ何を大しそうなんだなこうやっぱさ こっちはなんだけどさ、はっきり言うとさ、ブログ書くよりって、あの、楽だからね。<laughs> あのち、ちょっとびっくりする。あの、自分で原稿書いて、まあブログの記事とかちゃちゃっと書くときに、まあ一応ほら、時計見な時計でどのくらい関わってるかって一応チェックしながらさ、チェックしながら、時計を見ながらじゃないな。 正確に言うと、キッチンタイマーのスイッチをオンにして、だいたいこう、このぐらいっていうふうに、一応目検討でタッタッタッと進めてるね、仕事って。で、だいたいどれやのにどのぐらいかかるかなって、一応ほら、時間管理も仕事のうちだからね。で、やってんだけど、意外とね、ブログだとか、あの、フェイスブックの書くって、意外と時間かかります。 こう読み返したいだとか、おかしいところとか直したいとかさ、ほら、誤字脱字あとみっともないので、やっぱりそこら辺のところはチェックします。ねそうすると意外と時間かかってます。で、そのこともっと、ほれ、やっぱりさ、こういう音声ブログってさ、誤字脱字気にしなくていいから。 もう噛んでもそのままだからね。まあ、我ながらさ、ぬるい仕事してるなと思うが、まあ、あの、ダラだら喋りに関して言うと、ある程度量分量があった方がいいのは一応分かってはいるのでね。で、まあ、ああ、こういう、僕はほら、喋るスピードも遅いし、ゆっくり喋るので、 朝には向かんな <laughs> ね。ねこのポッドキャストのさ、雑談ってみない、いつ頃聞いてんだろうね。うん、いつ頃どんなシチュエーションで聞いてるのかちょっとわかんないけど。まあ、朝の小忙しい時に聞くものではなくて、まあ、何回かやりながらダラーっと聞くっていう、そういうもんだよね。もうほんと、雑談ラジオは身につかないし。まあ、 そんなところかな。今日は、んと、今日は8時間寝て、んで、ちょっと朝起きるのきつかったな。やっぱね、急に冷えてきてるので、意外と寒さって体力を消耗します。んで、えー、っと、今日は、そうだな、ギフダルクの講演会のお仕事。 ええと、皆さん、支援者の皆さんからお預かりしている、その、寄付を,を記帳して、その、寄付の通知表っていうのを,を,を、合算して、それを、通知表を岐阜ダルクに転送する。そういうお仕事です。で、まあ、会計監査みたいなもんだよ。ちゃんと、あの、 お金を出すのはギフダルクで出す。ただし、こちらの方は金の出し入れは、講演会の方でチェックするってい、いくら入っていくら出ていったかっていうことをチェックするっていうのが、まあ仕事の一つなので、まあそのお仕事だね。えー、であとは、えっ、ー、と自分の講座の今日はあれだな、受講生のレスポンスが結構 多かったかなえっ、ー、と日によってその20本から30本ぐらいこうメールのレスポンスを書くことがあるんだけどとりあえず今はその12月半ばぐらいまでそれ結構たまってたんで日くらいってたんだけど大体なんとか目処はついたかな。 あとは次の作品の大枠作りだね。えっ、ー、と、僕は、その、大体の枠組みを知って、大枠組み。大体次の章がこのぐらいの枚数でで、じゃあ次、えっ、ー、と、うん、時間枠だーっと作ってあるので、その時間枠を見ながら、これどっちを先に入れた方がいいとか、えっ、ー、と、どういう視点で書こうとか、 まあとおお、ちゃちゃっとすやっぱあの必要な登場人物あこれ作るの忘れてたとかっていう時には、まあ、やっぱり、ね、ワード立ち上げて、ちゃちゃっと履歴書作って、うん、あこの人物はこの年だったら、まあ、こういうふうだよねとかっていうような。 まあ、そんな風に作っていきます。で、まあ、それの枠組みでだいたいこう、大まかなところができたんで、まあ、明日から本校書くかな。ね。っていう風です。まあ、まあ、地味な仕事だよ。で、えー、まあ、 脚光とかスポットライトとかとは、縁がない仕事だよなぁ。本当に。えー、特に本当に人とも話さないし、声も出さない仕事だからね。うん。まあ。そうそう。あ,あとはそうだな。あの、 今これは夜の、今、9時にちょうどなったかな。夜9時くらい。これで大体、えー、このラジオの収録を終えて、んんで、これから映画を見ます。この間見始めたのはジミーっていうネットフィリックスのドラマです。ジミー大西の、まあ,あ、再現ドラマだな。 これ、ね、結構面白いんだよ。おまあなかなかおすすめで。まあ、てな具合で、まあもう45分話してるね。すみませんねこんな中身のない話で。ええー。この番組では皆様からのご意見ご質問を,を募集しています。 マシュマロという匿名ボックスを用意しましたのでえ皆さんからのごお,お便りをお寄せください概要欄にリンクを貼っておきましたのでアクセスはそちらからどうぞ、えー、鈴木喜一郎小説講座では受講生を随時募集していますえ全国 屈指のプロデビュー実績を誇る、うん、鈴木貴木一,木木一郎小説講座はああ、インターネット改善、完全対応で世界中どこにいても受講できますえ。詳しいことについては、そう、今までの受講実績、受賞者、受賞実績ね。江戸川乱歩賞、うん、横溝聖師賞、オール山の森林賞などなど、 もうん、重症者結構いら、いますので、えー、詳しくは概要欄からアクセスしてください。というところで、鈴木喜一郎、おー、サッカーラジオ。今日はそんなところで。ではでは、失礼します。